技を借りるぜ、田中。ポエム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 ノーポエム。ポエマなかったか。格ゲーマーの方でミスった時にごめんっていう人をよくお見かけするんですが、なぜなのでしょうか。これね、これマジで1日3回は質問されんねんけど、まあもう本当にごめんって言い始めたらもう格ゲーマーよな。ごめんって言い始めた時にはもうその暁には、俺もなんでか知りたい。まあなんだろう、前例えで聞いた話、他のスポーツでもこういうのあるよって、なんか例えで聞いた話で、なんかすごい、あ、格ゲーと本当に同じようなごめんだなって思ったのは、テニスとかでネットインあるやんか。もうたまたまネットに当たって向こうのコートインしたみたいな。そういう時なんかちょっとこんな感じで会釈するらしくって、ごめん本当かどうか知らんけど、それと一緒なんよね。なんかどういうことかっていうと、一文で表すとごめん、なんか神聖な勝負ちょっと怪我しちゃってごめんの、ごめん。卓球か、ね、え、テニスじゃなくて卓球なんかな、ごめん、テニスじゃなくて卓球かどっちか知らんけど、まあそういうなんか狙ってないのに、狙ってない行動がミスってそうなっちゃって、それでなおかつリターンが取れちゃってた時に、うわごめんってなる。あ、テニスも卓球も両方ある。綺麗な試合作りたいんだよね。そうだね、なんかやっぱできるだけそういう、なんだろう、ミスなくお互いなんかやるみたいな、やりたいよねっていうのはある。テニスもネットインは喜ばないみたいなマナーある。あ、そうなんだ、へえ、喜ばないマナーあるんだ。俺はこのごめん以外にも結構多種多様なごめんを使い分けてて、ごめんなさい、これ以上コンボしないで。あ、これは、いや俺多分ね、プロの中でも相当ごめん多いんだけど、あのシンプルに、あ、すいません、これ以上自分から体力奪わないでくださいっていうごめん。なので異常に俺の配信は謝罪が多いです。ちなみに将棋のニフとかで勝っちゃった試合はごめんどころか両者めちゃくちゃ気まずい空気になる。俺あの橋本さんのニフの動画めちゃめちゃ好きだけどね。ビリヤードも素人のラッキーな入り方はプロや上級者の間ではフロッグと言って謝るのが礼儀になってる。へえ。プロにおいて煽りがバッドマナーなのどうしてなんですか。煽って判断力鈍るとか作戦とかになんないの。煽りがバッドマナーはなんかゲームとかスポーツとかそういう話じゃなくて、なんか人間として当たり前だよねっていう感じかな。フルコンボ入れなくても倒せる相手にリーサル練習でフルコン入れる癖あるんですけど、これバッドマナーですか。まあ、この質問もよく来るね。俗に言うところの体力相手もあとミリやけど SA3 で決めてめっちゃ長引いちゃうみたいな。あ、これはね、言わせてもらうと、あの全くバッドマナーではございません。全く全くもって全然フルコン決めちゃってください。全くバッドマナーではございません。ただ結構俺は練習ではそれやんないんだ。相手体力ミリでフルコン SA3 入れないんだ。それなんでかっていうと、マナーを感じてとかそういうものではなくて、じゃあ例えばですよ、 30% とかにしよっか。じゃあこういうコンボ入りましたよと、しゃがみ中盤ラッシュ入りましたよと、でここ SS3 使えばさ、もう絶対リーサルなわけやんか。で別にこれをしてもらうこと全然構わないし、バッドマナーでも何でもないのよ、相手の大量がミリでこれを使うことはね。ただ俺は結構もうフルラウンドとかでもこう SA2 ルートとか行ったりする。まあ SA2 の方が当然演出も短いから早く試合を終えることができんねんけど、なんでこれをやるのかっていうと、なんかまあ時間短縮を求めてっていうよりかはリーサル感を育むためにやってんのよね。例えばさ、まあ、フルラウンドの時は気にしなくていいかもしんないけどさ、じゃあこれ仮に1ラウンド目とかやったらさ、 SS3 使わずに SA2 で倒しきれるならさ、それが一番いいわけやんか。だからここはもう練習の場は普通に SA はある程度フルラウンドだったとしても節約してリーサル感を育もうとは結構するよね。
それでたまにリーサル失敗した時はさすがにごめんって言ってる。そうなんだよね。あ、このごめんあるね。そうだね。こういう風にリーサル感育むためにちょっと節約してやってて、うわごめん足りんかったのごめんはかなりある。かなりあります。万一ミスった時にゲージ残すためかと思った。それもまああるよね。それもある。それも全然ある。あのその2パターンだね。リーサル感育むためと、もう一つミスった時にあのSA ゲージを残すため、今後の役に立たせるためだね。本当に格ゲーマナー講師ネタが広がりすぎておかしくなっちゃった。ちょっと聞かんかったことにしといてな。これ本気で板山さんとネモさんが仲悪いって思ってる視聴者もやっぱいるっぽくて、だからそこはちょっと気ぃつけなあかんよ。え、でもあの二人はほんまに仲悪いよ。ほんまに仲悪いんやけど、ちょっとほんまにそう思ってる人もおるから気をつけなあかんよね。いや仲悪いんよ、仲悪いんだけど、あの二人は本当にとてもとても仲が悪いんやけど気をつけなあかんよね。さっきのコンボの話の続きやけど、他にもちょっと何やろ、例えばこういうコンボ入ったとするやん、でこういうコンボ入ったとするやんか、まあ相手の体力こんぐらいでね。でそういう時、まあこれ普通に最大入れようとしたらこういう風に大竜巻なんよね。 OD 釈迦弱波動大竜巻。たださ、これってさ、よく見てもらえればわかるんだけど、大竜巻前段当たる前にもう KO しちゃってるやんか。でこれってあんま良くなくて、ゲージがちょっと溜まりづらいんよね、この倒し方だと。もう大竜前段当たる前に倒しきってるからゲージこんぐらいしか溜まってないねんけど、ここをしっかりちゃんと倒しきれる技で倒すと、こう、もう本当にちょっとの差なんやけど、倒しきれる技で倒した方がゲージって溜まりやすいんよね。まあ今の合気だったら弱小流なんだけど、これを例えば強小流とかにするとこんなもんなんやけど、違うよね、変わってるよね、変わってるよね。待って、ちゃんと調べてみるわ。弱小流やと SA が溜まるまでにコパンが19で溜まんねんけど、あ、この場合あれか、ちょっと待って、倒しきれなあかんねん。あ、コパン先に入れましょう。天才、マジで天才。19で、さっき大竜巻3段目だったから、3段目でほら4段当てて大竜巻全部当てて1ゲージ溜まったっしょ。全部当てて1ゲージ溜まったんだけど、弱小竜の場合19、これ一発で1ゲージ溜まるんだわ。ただ大竜巻の場合、さっきも言ったけど、こういうなんかリーサル、もうちょっとでリーサルって時は前段これ当たんないから、最後の段当たんないから、こっちの方がゲージたまんないよねっていう。だからなんかぴったり必殺技で、必殺技の最終段でぴったり倒せる技の方がゲージたまるよねっていう。だからこういうコンボ締めのために、なんかぴったりーサルは狙うよね。ぴったりーサル、まあ細かいとこだからそんなに気にしなくてもいいんだけど、こういうのを積み重ねていくと、なんかアドリブのリーサル力とかもつくし、割といいことずくめだから、特に練習の時は意識していいかもね。なんかこの本当にゲージ溜まるだけじゃなくて、リーサル判断とかそういうのがいろいろ磨かれていくから、であとコンボのアドリブ力とか磨かれていくから、割とおすすめでございます。なんかぴったり倒すと気持ちいいしね。それもまああるよね。大会でその判断クソ怖そう。まあ結局慣れだけどね。結局俺大会で全然やっちゃうね。やっちゃうっていうか成功するんだけど、結局慣れだと思うよ。スト6はやっぱりこのドライブゲージあるやんか。ドライブゲージがある分ちょっとリーサル判断しやすいよね。じゃあ例えば相手のドライブゲージがさ、相手の体力がさこんな感じで 1.5 本、ドライブゲージ 1.5 本のメモリのとこやったらさ、
どんだけ補正が乗ってても SA2 だったら倒しきれるみたいな。まあちょっとザンジの場合体力1万1000だからちょっと怪しいんだけど、このドライブゲージのメモリはかなりリーサル判断として利用した方がいいね。ドライブゲージがあの1本のとこ、1本のとこやったらどんだけ補正乗ってても SA1 で倒しきれるみたいなね。こういうのも大事。ドライブゲージある分ちょっと楽だと思うよ。だから結構相手がバーンアウトしてる時ってのはリーサル判断難しかったりするんだよね。もう何も頼りにするものがないから、バーンアウトしてる時はかなりリーサル判断難しいから、結構もうワンチャン SA1 で足りるかもなーって時も SA2 使ったりするよね。もうここばっかりはどうしようもなく、ここばっかりはどうしようもないね。